皆さんこんにちは、ふーです。本日は、島村の購入品を紹介したいと思います。オンラインの受け取り品がメインになります。結構受注とかでお願いしてたり、あと予約でだいぶ前にお願いしていたものも順次届いている感じなんですけど、今回も今週も何点か届いて受け取りできたので紹介したいと思います。まずはニットを受け取ってきました。こちらのリボンロゴのモフモフのセーターなんですけど、リボン JQ フェザー PO L サイズ、こちらがアバクロ、2420円になります。こちらが一応表記としては黒ときなりになるみたいです。でゆったり着たかったので L サイズを買いました。じゃあ誰のコラボだったっけな、あやさんだったかな、ごめんなさいちょっと間違ってたら申し訳ないんですけど、こちらのブランドのコラボ商品で、あのニットの予約販売の時に予約したものなんですけど、フェザーのモフモフ感とちょっとリボンが今流行ってるっていうことなので、まあ、ブラックでこの下にジーパンとかでも可愛いかなと思って買いました。袖もちょっとゆったりとしています。こちらを受け取ってきました。で2点目がこちら、ぬこさんコラボの商品なんですけど、ぬこチュールドッキング PO で、こちらは M サイズ中白、1969円です。こちらヘルムとぬこさんコラボの商品になります。チュールと、まあ、そのままなんですけどチュールとドッキングしたトップスになってて、お袖もタプタプポワン袖になっています。これがもう一緒にドッグされていて、気にもこれぐらいになっています。はい、こちらが2点目です。で3点目がこちら、ユニさんの受注のネックレスを購入しました。こちらがユミ PL サークル N で、色が中白、1630円です。こちらは1個持ってれば、まあ、あとフォーマルとかセレモニー使いもできるのかなと思って、さすがにちょっと2つは買えなかったんですが、1個大きい買いました。アクセサリー中のものですね。で、あとの商品は普通に店舗で買ったやつなんですけど、あったかち靴下、QT セシールモノグラム、サイズが23×25cm の濃いハイ、319円です。このセシルマクビコラボの靴下で、このモノグラムでロゴが入っている色ですね。結構仕事で靴下ダメにするので買い替えで使ってきました。そして最後がこちら、ちょっともう時期的には終わっちゃうんですけど、前回島村行った時に欲しいなと思ってはいたんですけど、ちょっと予算の関係で一回置いてきたんですよ。でもやっぱり忘れられなくて、行ったらまだあったので、ちょっと黒ならちょっとまだ若干使えるかなと思ってちょっと買ってきました。こちらがローコード2ウェイ中黒、1419円です。まあ、サイズ的にもお財布とスマホと鍵ぐらいかな、まあ、ちょっとした出かける時とか、まあ、ちょっとそこまでの時にサイズ感で、で持ってもいいしショルダーにも
ちらを買ってきました。ということで短いのですが、下村の購入品紹介させていただきました。最後までご視聴していただきありがとうございました。